韓国のムンジエイン大統領が17日、近畿式金融監督委員長の辞表を受理した。ムン大統領が先月30日、近委員長の任命を採下したばかりだ。キム・イギョン大統領府報道官はこの日午前11時45分、記者団にメールを通して、大統領が近委員長の辞表を受理したと伝えた。金長は前日、 中央選挙管理委員会が国会議員の任期末公演支援金寄付に関連し違法の結論を下したことを受け辞意を表明していた。